Sono stanco morto, quindi non ho voglia di cucinare stasera. 大変疲れているので、今夜は料理をする気がありません。今回は、原因と結果を表現するために使う、簡単で便利な、初級者にもおすすめの接続詞を4つ紹介します。いきます。ナレーターは私、東北キリタンがお送りします。改めまして、こんにちは。ナレーションを担当する東北キリタンです。今回は、イタリア語文法が、初級から中級レベルの方でも使いこなしやすい、簡単な接続詞を4つ、例文を用いて紹介と解説していきます。それでは早速、本題に進みましょう。はい、まず1つ目は、クインディです。この接続詞は、めちゃくちゃよく使うので、今すぐにでも覚えてください。で、この接続詞クインディは、だからや、従っての意味で使い、この接続詞の後には、だから何々しますの、何々しますの文。つまり結果を表現する文が置かれます。ということは、クインディの前では、原因や理由を言うわけですね。では、例文で、クインディの使い方を確認してみましょう。マリオは vissuto tanti anni a Londra, quindi sa parlare bene inglese。マリオは長年ロンドンに住んでいたので、英語を上手に話す。Voglio comprare una casa, quindi devo risparmiare soldi。私は家を買いたいので、貯金をしなければならない。はい、こんな感じで、接続詞クインディを使う前に、原因や理由を述べ、クインディの後ろで、その結果どうするのか、その結果どうなっているのかを述べるという使い方が分かったでしょうか。ちなみに、あなたが何かを話している最中に、イタリア人がクインディと一言だけ言ってきた場合は、だから、で、結局何が言いたいの、みたいな感じで、答えを促す表現として使っています。なので、クインディを単独で使用された場合は、さっさと大事な結論を言うようにしましょう。それでは二つ目、ペルチョです。この接続詞の意味も使い方も、クインディとほとんど同じ。イタリアで生活をしていると、体感的にクインディよりも使用頻度が低いように思いますが、語学試験では出てくるので、覚えておいた方がいい接続詞です。それでは、ペルチョを使った例文を見てみましょう。Non sto bene, perciò non esco di casa。私は体調が悪いので家から出ません。Domani ho un colloquio importante, perciò sono molto nervoso。明日は大事な面接があり、そのため全く落ち着かない。はい、接続詞クインディの使い方とほとんど同じですね。原因や理由になることを先に言い、ペルチョの後に、その結果どうするのか、どうなっているのかを言ってください。はい、三つ目はペルクイです。ペルクイは、先に紹介した接続詞のペルチョと似たような意味で、そのために、ゆえに、ですが、このペルクイは、ペルとクイの2つの単語をセットで使います。使い方もペルチョに似ているので、ついでに覚えておきましょう。Abbiamo già letto il libro, per cui conosciamo la storia del film。私たちは、すでに本を読んでいて、ゆえに、映画のストーリーを知っている。Abbiamo deciso di trasferirci in periferia, per cui ci servirà la macchina。私たちは郊外に引っ越すと決めたので、車が必要になるだろう。はい、特に難しくはないと思うので、次に進みます。では4つ目、ドゥンクエです。この接続詞のドゥンクエはいくつか意味があるのですが、その中でも今から紹介する2つの意味で使うことが多いです。ドゥンクエのよく使う意味の1つ目は、だから、故にといった、先ほどから紹介してきた接続詞と同じようなものです。マリアは vinto la lotteria, dunque riesce a comprare la casa che voleva。マリアは宝くじに当たり、故に欲しかった家を買うことができる。はい、もう特に説明はいらないですね。これまでに紹介してきた接続詞と同じように使ってください。ちなみに、だからや、故にの意味で使うドゥンクエは、話し言葉では先に紹介した接続詞に比べると使用頻度は低いように思いますが、今から紹介する2つ目の意味ではとてもよく使います。はい、ドゥンクエのよく使う意味の二つ目、話題の切り出しや転換、まとめをするときに使う。さあ、さて、ところでです。これまでずっと、だからや、ゆえにの意味で使う接続詞を紹介してきましたが、だから、ゆえにの意味で使うドゥンクエを覚えるついでに、さあ、さて、ところでの用法も覚えてしまいましょう。口語では、話を切り出したり、転換、まとめたりするドゥンクエの用法はよく使いますし、これを覚えていると、あなたから別の話を切り出したい時に、スムーズに話を始められて、便利ですからね。要するに、コミュニケーションのための表現力が、ぐっと上がるということです。
はい、それでは例文を使って、話題の切り出しや転換、まとめをするときに使う、dunque への使い方を確認しましょう。dunque sarebbe meglio inviargli la mail entro domani。さて、明日までに、彼にメールを送った方がいいんじゃないかな。dunque come sono andate le tue vacanze? ところで、君の休暇はどうだったの？はい、こんな感じで話を切り出したり、転換したりするときに使える、便利な単語がdunqueです。正直言って、最後に紹介したdunqueは、ところで以外の場合は、少し日本語訳が難しいです。まあ、日本語に訳すのは難しいものの、dunqueが包括する意味は広いので、イタリア語の会話中に、使い方を間違う危険性は、そこまで高くないでしょう。なので、このdunqueも、怖がらずに、どしどし使ってくださいね。はい、以上。おすすめの簡単な接続詞の紹介と使い方の説明でした。お疲れ様です。今回は原因と結果を表現するために使う簡単で便利な初級者にもおすすめの接続詞を4つ紹介しました。クインビはめちゃくちゃ大事なので絶対に覚えておいてくださいね。ルンクへも話を切り出す時に使う用法がとても便利なのでできれば早めにマスターしてほしい単語です。はい、それではこの動画が役に立ったと思った方は高評価を。これからも一緒にイタリア語を勉強したいと思った方はチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。